おはようございまっちょ、フォルテです。シャキー。はい、本日は0時間目から3時間ガチで練習したピアニストの成果報告。はい、というわけでね、本日は、ショパンのワルツ、華麗なる大演舞曲ワルツ、一緒にダンスどうですかっていうやつの、3時間目の報告をさせていただきます。前回0時間目から1時間目でまあ軽くざっくりと雰囲気をつかむことができました。そしてあれからちょこちょこお休み時間を用いて、3時間目に突入したので、そうです、報告をさせていただきます。まあざっくりとというか、結構がっつりと、ざっくりではなくてがっつりと弾けるようになりました。だけど音色の変化とか、あとはもっとこういうところで音を変えるっていう努力はもっともっと必要かなと思います。まあ譜読みもできて通すようにできるようになったよっていう感じの報告を今からさせていただきますね。はい、というわけで早速弾いていきましょう。まずはThank you.
どうでしょう。まあ通してある程度弾けるなったっていうのは、まあいいかなと思うんですけども、まあそれは1時間の時でも少し軽くはできるようになってました。しかし3時間目に行くと、音に気をつけながら、意識を持って弾きながら、通すようにできるようになるんですね。これが3時間目の変化です。で、まあ僕としては、まあ1時間しっかり練習した後に、なんかやっぱその指番号とか、ちょっとなんかうまくいかんなと思って、見直しました。自分の演奏を。どうやって見直したかというと、こうやってゆっくり弾いて確認するようにしました。さらに。めちゃくちゃゆっくりね。そしてさらにこっから。確認して、まあ指番号を変えました。最初はね、1313、1212でやってたんですけど、それを432121に変えました。そうすると全部同じ指番号できるっつ。432121ファミドラテで432121ってダダダダダ、432121ってダダ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 432121、432121、覚えた？432121、みんな覚えた？こういうのじゃダメなの？あ、ごめんなさい。こうやって、きちんと指番号を確認するようにすると、すぐ弾けるようになりました。っていうのも、この、これはずーっとこの曲を弾く上でずっと出てくるパッセージなので、1個弾けるようにすると全部が弾けるようになりました。で、僕としては結構このコンアニマっていうのを心を込めて弾くようにしました。今まではこんな感じだったんですけど、それをしたりとか、あとは最後ちゃんとデクレッシェンドをちゃんと入れるようにしました。弾くためだけにいっぱいにならないように、きちんとゆとりを持って打鍵ができるように3時間目になるとできるようになりました。確認しながら弾くと弾けるようになりますよ。になることができるようになったのが3時間目の僕の報告でした。というわけでね、まあこの3時間っていうのは、今までね約20年間ピアノ一生懸命練習してきた、幼少期に死ぬほど練習してきたっていうのも詰まっての3時間です。まあそんなこと言ったら夢がないので、僕は3時間でここまで弾けるようになりましたと言います。今まで頑張った努力は全部捨てて
3時間でここまで弾けるようになりましたというわけでね、皆様、ご理解いただけたらなと思います。まあやっぱ練習っていうのは必要です。というわけで皆さん一緒に頑張っていきましょう。ここまで見てくれてありがとうございます。 Twitter、インスタやってますのでぜひチェックしてみてください。それではグッバイ。マチョ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